お知らせがございます。本日の払い戻しは17時をもって終了いたしますのでご注意ください。引退式終了予定のお時間は宝天門および船橋宝天駅への地下道が閉鎖されております。どうぞお帰りは正門をご利用ください。最後に引退式の間の防犯写真撮影についてのご案内です。この後お住長さんが芝コース内を周回しますが、フラッシュ撮影はお住長さん最も長い時間を過ごされました長沼昭俊厩務員、そして馬の傍らには青山亮調教助手、そして障害レース初戦を迎え、初勝利を挙げたのは障害レース4戦目となりました。快進撃を始めたのは2016年中山グランドジャンプを勝利し、初重賞初 G1 勝利を挙げる。今年2022年までの7年間中山グランドジャンプ6勝、中山大障害3勝、 JRA 賞最優秀障害は4回、素晴らしい成績を残しました。そして皆さんの記憶にも残る4年前2018年の有馬記念への挑戦です。ファン投票3位に選出されまして、安城の竹内選手とともに見応えのあるレースを見せてくれました。見てありがとうございます。レジャンカーお重長さん、ファンの目の前で見せる最後の勇姿です。どうぞフラッシュ等は欠かずに写真などにお撮りください。そして皆様の心にこのお重長さんの勇姿焼き付けていただきたいと思います。生産者の坂東牧
出場、坂東正和様です。ここで関係者の皆様に対しまして、日本、それではお渡しください。心配しませんか？ありますといいんですけど。